こんにちは。石川県で生まれ育ちました吉岡誠です。よろしくお願いします。他県から石川県へ引っ越してきた方々に石川県の方言手話を尋ね、面白いと感じた手話表現のベスト3を紹介してもらいます。今回は東から来た男が見つけた石川の手話です。どうぞ。私は藤平と申します。よろしくお願いします。およそ6年前に石川県へ転居してきました。こちらへ転居する前は関東で生まれ育ちました。千葉県にいたのが長いです。今回は千葉県から来た藤平さんに石川県の地方の手話を尋ねました。藤平さんへ伺ったところ、石川県と関東の手話表現の違いはたくさんあるそうです。その中から3つを選びました。まずは第3位から順にご覧ください。石川県へ転居して驚いた手話表現はいろいろあります。その中の一つがここです。金沢です。以前関東の千葉にいた頃はこれで金沢と表現していました。しかしこの表現を使っていると、石川のろう者から何が目的なの？と言われました。なるほど、石川ではこの表現になると知りました。なるほど、なんと金沢の表現が出てきました。関東ではこのように金沢と表現していました。金沢、私たち石川県ではこのように表現します。金沢、金の沢、きれいな金が沢に沈んでいる様子から金沢と表します。全日本ろうあ連盟の手話辞典によれば、この表現が金沢の標準手話として掲載されています。金沢です。以前仕事で通訳者と話をしていた時のことです。私が通訳者へこの表現を使い、ここへ電話を依頼したところ、この表現は何？と通訳者から聞かれました。もう一回、この表現の意味がわかるかい？聞くと、その時通訳者は金沢、東京、警察署？と返しました。違うよ、こちらの東はこの表現になるようです。だから金沢東警察署と表現する必要があったのです。なるほど、東から来た男である藤井良さんの手話表現は金沢東警察署でした。東、関東の手話表現ではこのように東を表すんですね。ただし全日本ろうあ連盟の手話学習辞典にはこの表現が東として掲載されていましたよ。うん。石川県内では2つの表現があります。この表現とこちらの表現です。
この表現は県内の高齢のろう者のほとんどが使用しています。若いろう者はこちらの表現を使います。表現が2つあります。この表現とこの表現です。石川県へ転居してきた際、大勢のろう者とたくさんの議論を交わしました。そのやり取りの最中でろう者から言われたのがこの表現です。ん？それどういう意味？私が以前千葉県にいた時、ある地域でこの表現がよく使われていました。このようにして使われていたのです。ネチネチしつこいという意味です。お前さ、ネチネチするなよ。このように使われていました。石川県でこの表現を使われショックでした。どういう意味？ネチネチしていた？違うと言われ、なんとこの表現はお互いの意味だと分かり安堵しました。なるほど、この手話表現ですね。関東にいた藤浦さんによれば、この手話表現をネチネチという悪い意味で使っていたそうです。しかし石川県ではお互い、お互いという意味になります。標準手話ではこのように表します。これと同じ意味を持ちます。興味深いのは、西から来た京都の松本さんもこの表現の使い方に戸惑われました。その理由は、めちゃくちゃを意味する表現としてこの手話が使われていたからです。同じ手話表現でありながら、石川と京都でも違う意味として使われます。地域にて意味の異なるこの言葉を、私は興味深いと思います。3つの表現をお届けしました。東から来た男の藤浦さんが千葉県との表現の違いを通じて見つけた石川県の手話表現です。また全国各地にて多くの異なる手話表現があることに気づかされ、改めて幾多の考えを覚えました。今後また表現の違いによる気づきをご紹介したいと思います。またお会いしましょう。さようなら。